皆さんどうも、ドラゴン TK です。では、ね、今回も新三角コンストを駅伝やっていきましょう。ではね、ストーリーの方を進めていきましょう。雲は揺らいでいるか。さあ、どっちやろう。揺らいでるか。いや、揺らいでないな。何も聞こえんぞってねお、ムービー来ましたね。雲の力持っとるな。我らは兄上亡き後、その志を引き継ぎ、父上の仇である高祖を討ち取った。これをお前に返す。それが兄上とお前の、そして私に託された約束だからだ。おお、よかったな、レイカ。まだ力が戻ってやないか。孫作とも死しても、その約束は果たされたのか。ありがとう。一つの願いが分かってきてみたい。いや、あの黒い影はちょっとマジで怖いんだけど。川場揺らいでいるか。曹操は力を二つ用いて鬼神呂布を倒したけれど、あなたはそれを三つ一気に使うと。今の曹操はかつての鬼神以上に強大です。あ、そうなの勝利するには三つの力を組み合わせ、それ以上の威力にしなければなりません。すごいな、収穫量。ただし一時に使っても意味がない。それぞれを最も効果的な順番と時期に発動させ、曹操を叩く。いいね。これには各陣の連携が最も重要となる。なるほどね。皆指示をよく聞き、時期を逸さぬよう注意してくれ。わかりました。まず動いてもらうのは土の力です。なるほど。これを使い、川に波を起こして、敵の船を連結させます。ああ、連結させる。船をつなぐ。敵の結束が増しちゃうだけじゃないの。だからそこに火矢をつなぐ。そこに火の力を。敵を叩くにはまず一つにまとめてしまおうってことか。敵を一つにまとめる。周囲が仲間に加わった。リクソン仲間に加わった。リクソン、マジでリクソン使えて。あー、ライヒント、そうしよう、こっちも使えて。あー、もう無理、もうこのまま行くもうこのまま行くよ。寄せ集まってくだらん玉にしか頼れぬ弱者どもこの地で一掃する。圧倒的な力で奴らを踏み潰せ。いや、それは無理っすよ。土の力で波を起こすべき地点、今は総比によって封鎖されてしまっている。え、マジで。迅速に奴を倒し、目標の場所へ向かうのだ。よし。あれ、天使から、あ、上におったな。一瞬、あれって思った。目標地点へ到達せよ。勝利するためには一人一人の力が不可欠だ。そうやね。敵も無策ではないだろう。進軍の際は各部隊の状況にも気を配ってくれ。うん、よかった。尊敬の愛する注意だ。なるほどね。よし、まあ、全然動かんね。私たちと竜宮様ともに曹操を倒すのね。よし、今日はいつも以上に頑張らなくちゃ。うん、頑張ってよマジで頑張ってよ。よっしゃい、よっしゃ、これで OK。 防御しかできんのかい。おう、あ、103残る。オッケー、これでオッケーで、あ、いや、これでひとまずこいつを倒せるよ。問題な。オッケーで、行くべき場所は向こうやね。あ、ここは何ライヒンに攻撃を当ててこうへんやん。
それがちょっと思ってしまった。あ、そういや、私の力で歯が立たぬというのか。自由、え、嘘、そういや、ちょっと待って、アイテムを出してなかったよ。よっしゃ、いざ参る。よっしゃ、参ってよ、オッケー。お、56に上がった。いいね。あ、違う、正面攻撃で。はぁ、なるほど、お前はそういう攻撃しかできんのか。で、これで相手を叩く。ギリギリやな、ほんま。で、ここでこうやって OK。 いいね。あー、連打じゃー、ラコちゃんだー。いいね。お、素晴らしい。あ、じゃあ、まじ防御する方向間違えた。そう、ちょっと待っ、うわ、ミスった焦ったー。ヒヤヒヤする。この戦闘めっちゃヒヤヒヤするんですけど。はい、相手持ってる。お、あ、持ってたやん。なんか攻めていこう。あると分かった途端に攻めていくスタイルね。よし、まあしゃあないな、これ一つのやつないの、これしゃあないな、これ。まあ、これでいくわ。あ、そんな攻撃できた。どこによく見せるね。ゼロ、オッケー、オッケー、3人じゃ。おっしゃ、いいよ、素晴らしいね。立て兵おるところにこいつをやっておかんとね。ちょ、間違えた。こっちじゃん、こっちじゃん。こっちじゃん。まあ、これでいくか。あ、ちょっと待った、まだいつも残ってるか。オッケー、ゼロー。マジで、どこでもいいやもん。もう残ってた、もう残ってた。よし、始めた。コントロールドリフトを使う。ダメだこれ。別に2回でも倒せないから、倒せたらいいね。さすがにな、ちょっとやりたい。あなたが微信号ですね。いざ、この超信頼と美しき勝負を。誰がするか、美しき勝負なんて一色悪い。好き勝手暴れてくれたな、おい。それなりの覚悟できてんだよな。できてないよ。ただお前らぶっ飛ばしていくけどな。ぶっ飛ばしていくけどな。花公園と長江か。この状況で対するには厳しい相手だ。え、そうなの。え、いけるやろ。お主なんか敵ではないわ。あ、ちょっと待って。
これで OK。 防御、まあ無理やろうから着中だぜ。まあ無理やろ、お前はもう死ねえ。示した目標地点は間もなくよ。作戦の全ての始まりとなる土の力、何としても成功させないとね。じゃあね、よっしゃ、じゃあこいつを。おう、我らの攻めをかいくぐるとは存外しぶといだが、所詮は悪あがき。ここで兵器の餌食になるがいい。兵器やと、兵器を破壊し進路を切り上げ。よっしゃ、お前行こう。表面いっぱいしとこ。ここでいいか、いやあかんな。ここでにするとはな。敵の作詞も存外大したことはないようだ。書くよ、孫権を打ってこの茶番を終わらせろ。あ、やばいって、終わらせられるって、やばい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 。いや、敵に本陣を突かれたが、守備が手薄になってしまった。急ぎ戻らねば、孫権殿が危ない。うん、分かってる。なに、背後を狙われたか。手が回る者は本陣の援護に当たれ。手が回る者は全員ね、全員全員向かわせようか。いや、それは別にいいから、そこまで、そこまでは全員いいから。やって、おお、敵軍団ギター、そこまで敬遠することはなかったんだ。ただこいつ戻らせる、こいつはさっき進ませる。あ、それはいいか、置いて。いいよ、そうそう、こいつとこいつを進めてって、おじゃ、これで一旦進撃行ってくるよ。尊厳、おじゃ、ミス。さあ、二人に分かれましたね。なんていうことで、うん、やべー、やべー。クリティカルが必要だね、微妙すぎる。おお、いや、なかなか素晴らしい。攻撃させるよ。オッケー、瞬発着中だぜ。
メージはいい。あかんこれ。ひとまずちょっと考えて、ここで何をさせる。で、グレーン弓で、マジで。まあいいや、これで。警戒しつつ、装備を追おう。一人残りとくか、あそこに。いや、まあ、ガチ打ちね。でも意味ないんやけど、今さら。今さらな。うん。ゼロ。よっしゃ。攻撃。あ、効果。あ、そういう。奥義、そういう奥義、どういう奥義。一人残そっか、これだけ。不安やしな、なんか、まだなんかありそうな気がしてならんから、ちょっと。よっしゃ。で、マジで。ゼロ、オッケー、いいね。よっしゃ、倒したよ。待てよ、友達から。あ、ミスターミスター、エネミー寄らんよ。オールフェンな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これ、やってもうた感が否めない。目的の場所に着いたわ。ここで地面を揺らして波を作るのね。そう。それじゃあ土の力を使って。よっしゃ、土の力発動じゃい。敵は高波の対策として船を連結させたから。よし、策の第一手は成功だ。ここからが本番。みんな引き続き頼むぞ。うん、うん、よっしゃ、すごい勝利。もう終わり、これで終わり。こんなんでいいの。お、いいと思うよ。お、星4回。もうなんで星4なの。星5来てくれよ。仲間から離脱した出荷するよ。もマジで、まあ、今回ねこれぐらいして終わりにしましょう。一応ねチャンネル登録とツイッターアカウントね、もしよろしければフォローしてください。一応ね概要欄のところから URL 貼ってますんでね。今のまあではさらば。